毎度今日は食べます Vlog 企画ってことで、一泊プチ旅行に行くで。そう、県がやってる奈良県今ならキャンペーン2022プラスって、県内宿泊ね、旅行が割引になるってやつで、ホテル代半額なんで、この天然温泉が駅前で楽しめるってことで、スーパーホテルロハス JR 奈良駅に楽天トラベルから当日サグッと予約してやってきました。近くで気分変えられるのええねー。ウェルカムドリンクをいただいてからの、どんなホテルかね、ちょっと中をいろいろ見てからの、さて夕飯に出かけましょうか。宿泊利用者が飲食とかにね利用できる今なら地域クーポンが今回2000円分もらえたんでね、使用可能店舗見てたら美味しそうなお店発見しました。ってことで、三条通りにあるうなぎの川原奈良店へ行くでー。ってことで、はい、着きました。おー、なんかええ感じのお店や。どれにしようかな。ってことで、どんぶりの松行きます。さて、来ました。おー、ええやん、めっちゃええやん。スイッチャーバーだけど、まあええか。ははははは。あ、これがうなぎ4切れうな丼松でございます。めっちゃ美味しそうや。ってことで、プチ贅沢に行きましょうか。今日はね、鹿児島産のうなぎだそうです。ひひひ。お店のホームページに書いてたけどね、関西風焼き炭火備長炭で焼いて、皮はね、パリッとしてるしね、身はふっくらジューシー、回転そのままや。そしてこのタレの旬なご飯がまた一緒に食べたら最高やん。めっちゃうまいやん。午後に3食ってね、味変して食べるのが好きだね。たまらんな。ははははは。いやー、やっぱ夏はうなぎおいしいね。パワーつくやん、たまりませんわ。はははは。いや、味も香りも最高です。ほんまにめちゃくちゃ美味しいですよ。また3食目で最後の一切れいっちゃいます。ってことで、後藤さんでした。さあ、お腹いっぱいになったところで、ホテルまで近く運動がてらうろうろして帰りましょうか。ホテル、さて天然温泉入って心身疲れまくってたので癒させてもらいましたわ。ではおやすみなさい。で、おはようございますからの隣のモス&カフェでモーニングをいただきます。チキンバーガーと、そしてポテトとホットコーヒーのセット。ファーストフードなんか来たのめっちゃ久しぶりやわ。たまにはええな。ってことで、一泊プチ旅行でした。ほなまたー。